いやーダメだ。ごめん。これはちょっとやらかした。いやー絶対、パワポは飲むべきだった。飲んでたらいけてたな。多分すいません。ちょっともう一回やらせてもらいます。まあちょっと引きずらずに行きましょう。いやー、初手のスノーボール悪くなかったんけどな。ちょっと悠長すぎたねー。なんかランダムなポーション3個って割とありなんちゃうかなって気が最近したりしなかったりすんねんけど、まあエリートモリモリ行くべきなんかな。左のエリートモリモリでもそれするとな、顔が持たんねんな。ポーション買う前提であるんやったら右のエリート2と焚き火2回がバランスは取れてんのよね。で雑魚にも結構踏めるからポーション行く？ポーション行こう。煙、いや弱っ弱っ。ちょっと待って、ちょっと弱すぎて引いてんの。エリクサーとか序盤にやっても、とかエリクサー俺ポーションとしてまともに使えて試しないねんな。すでにきつさを感じる。まあでもこっから何が起こるかわからんからね。起こるかわからん。でもブロンズ液ってなー、ぶっちゃけ弱いんよ。9、18、一応これでストストストで倒すのが理想だけど、そうはトンヤが下ろさないと。君にアイクラ専用ポーションのエリクサー君。なんか使えた試しないな。ちょっとこれさ、一発殴っとくか。俺の予想やとこれ一発殴っといた方が、あ、4点受けててよかったってなることはなかったです。はい、運や。そのもう爆発のポーションが欲しい。煙玉なんて投げてる、序盤で投げてる時点であかんね。でヘモキネシスはでもやっぱ序盤は結構嬉しい気が俺の中でしてて、ぶっちゃけ用なしって用なしって別にって思うけど、やっぱ序盤の最大 HP アップ割と嬉しかったりもする。あ、ごめん、強打先言ってたら多分終わってましたこの試合。頼む、ストライク2枚。ナイス、武装か。最近武装信用しすぎ説あんねん。だからさっきの神格が変わんでもよかったかもしれんなって話はあんねんな。いや、まあ武装ちゃう、武装はあっていい。とりあえず武装すればなんとかなるっていう、そういう教育やから。こういうのもね、ちゃっちゃと削り切って殺した方が早いね。で、ゴーストアーマーは割と信用してたりする、序盤においては特に。とりあえずワン削り入れて、これでも脱力もらうねんな次の段。前か、脳被弾でいこう。まあ被弾、脳被弾も何も被弾はするんですけどね、するんですけど、爆発のポーションはもったいなくて打たれへん。おほー、
ウソをヘモキネ15点防御で、あとはゆっくり行こう。32ね。OK。鉄の心臓は欲しいね。ブロンズでも正直ガーディアンまで残しときたかったという思いはあるが、ま、入れとこう。ま、蜘蛛積み攻めたらさすがに蜘蛛つちゃう。なんか最大 HP をいっぱい買いこなせと言われてる気がする。序盤の蜘蛛つよりがフルストライクの偉いねんなっていう時もあんねんな。これ武装。武装。なんなら武装武装しときたい。こいつ相手やったら鉄の心臓入れときたいよな、正直。エモキネアップグレードしとくか。エモキネアップグレードしとこう。んで、とりあえずちょっと一回しのごう。ここも強打スタートしたい。引きやるんやったら。ので、ここも一回受けて。うん。で、エンド。いいね、ここのヘモキネシスはとってもいいよ。どうしようかな、正直。まあ、どっかでポーション拾うことを考えたらここで入れとってもいいよな。ここで被弾を避けていく。例えばここも、でもこれ早めに決着した方がいいよな。強打を正直アップグレードしといた方が結果的に被弾防げそうっちゅう話も実はある。いや、これちょっと多少の被弾は最終的なあれと考えよう。9点ぐらいだったらもうもらってもいいかなみたいな。雲ついて、うわー、あんまり嬉しくないなそれ。あんまりどころか全然嬉しくないわ。最悪。ここでボンボコ殴りてえと思っててんけど、まあでもしゃあねえか。強打延長しようか。次のターンに伸ばして、まあここで、まあ足りはするね。7。いや、ヘモキネ打たなあかんか。しゃあねえ。まあ、しゃあない。悪魔か。蜘蛛があるんやったらもう悪魔か入れてもいいと思います。ライフ持つかな。まあ行くしかねえよな。悪魔かで。で、ここはもう、ちゃっちゃと武装を強化しとこう。バックポが刺さってくれという祈りでいくわ。これ悪魔か引きに行っていいか。いや、引ける保証ねえな。でもこの辺で一発打っとかんと。これ引いた先で行くべきか、いや、どっちの方がいいかって言われたら、たくさん引ける方が嬉しいか。いや、でもこれ防御はいっぱいアップグレードできる方が嬉しい。ひょっとして。いや、わからん。たくさん引こう。逆魔が引き込めた。じゃあもうこれ入れよう。で、あとはちょっと耐えよっか。これね、悪魔化引き込めたけど、間に合わん説あるわ。
ので、これでシャッフルされるよね。ぶち込むわこれ。OK、もうポーションはガブ飲みしてこう。で右から行くか。一応爆発のポーション込み込みでなんとかどうにか行きたい。まだ足りてる。13。一応これで爆発のポーションで足りてるんか。いやこれもう落とそう。これ以上めまいをデッキに入れられたくない。だから10ブロックで足りる状況にする。いやーこれ、あ、ごめん、こんな飲まんでよかったかもな。あ、ごめん、ちょっとやりすぎた。やりすぎたかもしれん。まあ、いっか。いや、ちょっと、使えないまま終わるのが嫌っていう思いが出すぎてもうだな。こんな一生懸命やらんでもよかったわ。砥石は嬉しいね。まあとはいえストライクアップグレードされるだけか。強打が当たればラッキーやな。アッパーカットぶっちゃけアッパーカットは、アップグレード、クモツのアップグレードは早めにしたいよな。強打、まあ、強打入れることで防御作れるっていう、脱出脱力をつけれるからに、アッパーカットありっちゃありなんよ。割と。いいんちゃい入れても。当たれ！しないっす。あー、グレムリンは欲しい。でな。金。どうだ、75円。いやー、50ゴールド失うんは痛いで。71。いや、いける、いける、いける。信じよう。いや、いけるはず。ここ被弾してでも行く。間に合う。待ってな、これ脱力入れてるから結果的に。本当？だから8掛けやからこれ10点になるよね。だから実質こっちの得。ちょっと間に合うかなこれ。13ヘモキネライフがつらいな。これ捕獲されるんやばいで。15武装、あでも武装、あ武装で足りるわ。痛いけど20、まあ痛いけどしゃあない。回復はできている結果的に。金属化はでも地味に嬉しい。序盤の金属化は地味に嬉しいけどな。後半になるとあんま弱く強くはないんやな。ただここの第一層を乗り越えること、ここ第一層を乗り越える場合に関してはここの永続的なブロック値を上げれる金属化は悪くはないかもしれない。あるいは後輩。後輩というカードが。でもこれ使いこなせないんよ、僕には。わからん。わからんけど、金属化入れる。意味があるかわからんが、まあ、これに関しては、まあ、最大 HP 減らすしかないかな。アップグレード回復し
あとはもうこれ悪魔化と供物をいかに合わせれるかよな。金属化にか武装があるから、ある意味もう上げるのは供物、悪魔、金属化だけのいずれかでいい。悪魔化ぶっちけこと足りてるから、今すぐ打ちたいってなった時に金属化か供物か、どうやる、いやちょっとでもライフの減りを抑えるための金属化アップグレード。ここに関してはこれ脱力入れて、いやこれ脱力はまあアッパーカットあるしな、急がんでもええかも。ちょっとでも1ダメでも今は被弾を抑えたい。はい、脱力入れるべきやったな。そう言われると、まあでも金属化が偉いわ。ここどうせ次防御足り、もうストライクでいこうか。まあまあ金属化がある意味偉いわ。頼む、借りてくれ。オッケー、倒して金だけ回収。ちょっと防御に寄せすぎか。いやでも炎の障壁は、炎の障壁は正直こいつら相手やったらアリアが入れよう。いや俺は行くぞ、行くぞ。ブレードで間に合う、間に合うはず。だからもう供物入れて悪魔化をとっとと引き込む、それさえ間に合えば。あーでも回復したいな。でもこれ回復しても23回復するだけやから知れてんねんな正直。だったら継続的な防御、あそういう意味ではこういうゴーストアーマーみたいなブロック口上げるカード強化するのも一つ一強ではあるけど、もしくはもう悪魔化供物をうまくぶっ刺すっていうのもある。炎の障壁っていう安定防御を作るのもあり。供物武装を信じるか。供物武装を信じる。まあここについてはごめん、でもゴーストアーマー減らすのは辛いけど、これ次のターンライフ弾け飛ぶ説はいいな。ごめんゴーストアーマーね消すわけにいかんね、超大事。36、あ死んだか。いやでも供物行くしかないな、ゴードロー。いやーこれ殴らんたかんかったか。脱力かまして、一応でもこれ止めれそうじゃない。8、えつかこれ、1、2、3、4、死後24ブロック一応作れるけど、で脱力入れるやん。脱力というか強打入れて8やろ。で15、21の 1.5 倍やから、21の 1.5 倍やから30、ええちょっと待って、違う、31、いや全突破すると死ぬよね。強打入れた場合相手の防御値が強打入れると 0.8 掛けやから 8、3、20、30になる、30になる、29ぐらいか。
20% オフやろ ?28、6、7、8で29。強打はでも入れときたくね。くそ、次のドローいよ。いやーでもこれ。じゃ、一回入れてみるわ。で、じゃ9、20、うん、もちろんこれダメやから、もうあとはもうマックス防御するしかない。で、一応ライフは残る。で、ここ悪魔か。これさ、次のターン死ぬ？ひょっとして。で、マクマカもここ、ここしか打たれへん。逆に死に28、いや16やろ。13死に28、足りてる。ちょ、ライフギリギリすぎひん、これ。やっぱ一生攻撃できないぞ。防御は足りてる。オッケー、間に合ってる。一応ストライク、ストライクでやっと削って、オッケーオッケーオッケーで、悪魔化が間に合ってきてるからいけるはず。15止まるね。待って、27やろ。27、足りてる。あぶねー、ギリギリや。ゴーストは残しときたい。頼むで。いやー、これ、いや、次の炎の障壁偉すぎる。クソ、えれえわ。で、待ってな。金属化あるから、一発こづいてもいいな。一発こづいてもいい。いや、金属化も偉いぞ。偉い。いやー、マジで、偉すぎる。ちょっとね、武装入れて、この衝撃やな。オッケーオッケー。これで、まあ反射ダメージも入れつつ、あ、やべ。いや、でも足りるよな。多分。20やから、オッケー。1ターンで飛ばせる。31で飛ばして、オッケー、全然間に合ってるよ。いいよ。なんなら、ここ、次の、ターンが地味にやばいね。次でも13ブロック作れるから、脱力入れときたいな、これ。なんか脱力、あ、でも入ってるんか。じゃあ、まあまあ、とりあえず一発入れとってみちゃう。継続。7で、6に12やから、当たりで当たれてる。防御。防御。つか、このターン倒せたな。まあ、いっか。一発殴ってもいいよね。資金属化込みで考えられたら。このキネシスもう打つ必要がない。オッケー、間に合った。間に合ったと思う。46、偉い。ちょっと待って。36。46。よし。血のポーション嬉しい。なんかバリエード、鬼火。アイアンクラッドってな。なんか、排気の方向に舵を切るか、防御に舵を切るか。難しいんよ。でもやっぱり悪魔化はな、偉いんよ。そういう意味では鬼火の方が、なんかそれでもうワンターン、ワンショットかませますよっていう信頼感はあるのよね。バリア強いんやけど、打つ隙がないのと悪魔化との兼ね合いで言えばやや微妙よな。あ、でも供物とかで一気になんとか回してみたいなことも考えたバリゲもなくはないんかわからんけど。
わからん。鬼火かな。鬼火やったら排気ギミックも入れやすいし。と思っていく。アストロラーベヘビヤモリ。これヘビヤモリありじゃね？いやでも防御ストライクがちょっと弱いか。もう悪魔か入ってるんやったらもう行ってもいい気する。ストライク防御多すぎやけどな。やりじゃねえもん。だって結構コスト高いですでに。この辺重々やもん。いやどんなわからん。ヘビヤモリあんまピックしたことないねんな。でも勝率は高いって何度も聞いてはきてる。アストロラーベでストライク防御減らしたいっていう思いもある。今のデッキの方向性としては。信じるか。一回ヘビヤモリ行ってみるか。一回行ってみよう。一回行ってみよう。一回行ってみるわ。ちょっとごめんなさい、トイレ行ってきます。すいません、一回トイレ。じゃあ続きをやっていきましょうか。ヘビヤモリ取っちゃったな。ちょっとわからん。やっぱこれでヘビヤモリ弱いなってなったらもう二度と取るんやめるわ。ってなるともう専用デッキにしてかなあかんよねーって思いつつ、でもショップ行きたいな。左アップグレード、なんか悪魔化をする。ヘビヤモリで悪魔化を打つ隙作って、鬼火とかでボーンみたいなデッキに多分するんで、もうそういうデッキでしかもないと思ってて、で防御ストライク早めに消していきたいって考えたらショップは早めに踏みたいよね。だから左ルートか、あの真ん中のショップに行きますよ。で、まあ、エリート多いけどな。左ルートもエリート結構踏めるし、まあなんならでも右ルートからエリエリ、なんならもう一回ショップみたいな荒技もできなくはない。エリートに果たして勝てるのかっちゅう不安も残って、とりあえずショップは行こう。真ん中右かな。エリート、エリート行くか。アップグレード急ぎしたいのがせいぜい悪魔化ぐらいやからね、今この現状やと。ショップに行こう。さあこれが吉と出るか凶と出るかやけど、やばいか、ひょっとして。蜘蛛で5枚ドローするか、雑に。とりあえずストライク打ってみてから考えよう。どっちにしようかな。一回5枚ドローしてみて。あ、ごめん。すいません。蜘蛛3コストでした。持つ3コストはマジで何も考えてなかった。やっべ、どうしよう。ね、とりあえずアッパーカット入れるやん。アッパーカット入れて脱力入れて、いやもう落とすか、右のやつで0コスかまして、ワンブロック。やばい、ちょっと待って、このデッキ俺使いこなせんかもしれん。まあでもグレムリンが実質、そう、0コス悪魔か。エモキネで、ああ、一応ストライクで落ちる。
炎の障壁はいいね。実質敵がバカみたいに死んでってくれるよねって話やけど、いやこれでもヘモキネ打たなあかんな。ヘモキネで落としてグレムリンワンドローを、まあ、そしたらまあこれでいいか。ここまで入れてヤードに反射ダメージ受けてもろて、こういう引きの時は勝ったんちゃう？これもぶっちゃけ、あーでも63微妙やな。強打、あーこれ入れてこれでいっちゃう。でこれで落ちるやん。したら多分次のターンで倒せるから、7点、10点。いや結構気使うなこのデッキ。どうしよう、だってこれ弱いカード入れたくないもんな。モンストみたいな、そうそう、ありっちゃありか。スネッコアイアンクラッド俺やってもうてるかもな。ドロソー潤沢に入れさえすれば意外といけるかなって思ったけど、そういうわけでもないし。いやこれはでもポンストはいらん気がするけど、でもゼロコスやったらわからん、いらん気はする。いやいらんのちゃう。いや入れとくか。ワンドローの重みがアップされるのやっぱ偉いな。あでも割とこういうさ、123456やろ、6742、無茶か。アッパーカット入れたい。いや、違うな。それは違うな。いや、ごめん。ここは丁寧にいこう。もう全部打ち込むか。ワンパン。ここ一応脱力も入るんか、これ。ちょっと次のドローを入れた場合に、いや、大したもんねえな。モンスト。削りは切れへんもんね。クモツ行くか。被弾するよりかは。いや、ワンドローも見てもいいかもな。なるほど。いやーもうこのターン倒すんやったら6ターンモロターは早いか。で、違う、ストライク強打、ストライク、ストライクで終わりか。煙玉、いや基本的に逃げん方がいい。モンストライク、アッパーカット2枚目、割とあり。普通にアッパーカット2枚目は普通にあり。ほんまか？コンストよりはありかもな。いやもう入れるか。もう入れるわ。もうわからなくなってきた。煙玉はあるとちょっと心持ち安心やけど、基本的には逃げ、いや、フロックポーション、両方とも、どれも保険やねんな、今持ってるんが。削られたすぎた時の保険と、やばい時の保険、どうにもならん時の保険。どれも一長一短なんよな。
報酬が得られないって美味しくないからね。このデッキやったら、まあでもすごい事故るって時もあるからな。いやいや、もう逃げない俺は。ああ衝撃はね。いや、とりあえずストライク防御はよけそう。ストライクかな。防御が今やや弱いから。いや、なんとも言えんのばっかりな。これジュース、いや、これ金温存やな。で、奥のスパエリショップもう一回行こう。金温存して、うん、ライフ持つかな。ライフ持つか微妙やけど、それしかない。それで行こう。デッキ圧縮をしに行く感じでお願いします。これでも行くしかないよな。ワンドロー損すんねんな、これすると。ガキ兄弟入れた方がいいか。ワンドロー損するぐらいやったら。例えば、こいつに打ち込んで、ヤードよりかはでも右のがよくね。いや、右に行こう。で、アッパーカット、ゼロコス、脱力ラッキーやったな。とりあえず、ストライク、左落ちんねんな。と思ったけど。だけど防御全然微妙やな。金属化入れるか。金属化でも入れてもいいか。いや、くっそ微妙。3、うん、でもまあバカッと入れた方がマシか。これったらもう一回右行くか。延長、脱力と弱体化延長やろ。左9、いや右で行こうか。わからん、ちょっとやばいかも。次左を落としたいよね。落とせるかどうか。あー、鬼火か。障壁かましたら、延長はもう障壁かまして右落とそう。1234、ほぼ即死やろ。これでいい。均等に削ってって、一応これで右やつ飛ばして、さすがにこれ次のターンやれるよね。OK、やれるんで、やるとしたら一応アップグレードした上で、でワンドローを見て、これをすると、まあでもいいか。 OK、 よしよしよし。あー、無痛は欲しいな。無痛は欲しい。うん、まあ、器は脳死で取っていいかな。パワーポーションとブロックポーションか。パワーポーション、まあでもブロックポーション。でもとっさの被弾うんぬんやったらこっちの方がいいかな。わからん。12ブロックが偉い時もあればいらん時もある。これ、鬼火。いや、普通にシンプルに防御重ねでもいいか。シンプルに耐えに行くか。いや、ごめん。
これ右落とせた今ひょっとして。1234、いや待って違うわ、これ供物行こう、供物鬼火で落とせるだろこれ。1234、ちょっと待って、だからモンスター打ってもいいよな、左落とすかいっそ。1234567891やからいけるね。ワンドロー見て、ちなみに鬼火打った場合どうなる、あんま意外といけるか。あーごめん間違えた、落とされへんわ。10点やと思ってたけど7点しかないこれ。63点しか出へんわ。じゃあもう右落とすか。63点しか出へんのやったら、7、6枚まで使う。1234567891やから3枚使っていいんか。6742やもんね。だから3枚まで使えるんで、こう、こう、グリーンか。あれ、グレムリン、もう次なんか来た。で、あー、微妙やな。脱力入れるしかねえか。まあ、しゃあないな。こういう被弾はもう受け入れざるを得ないもんね。金属化入れてもいいけど、結局、多分こうした方が早いと思う。脱力あるし。いやこれでも結構きついか、こういう状況になると。よくないな。よくないなこれ。お前これ金属化入れた方がええかも。13、はあ、いや、よくない、よくない、よくない。ブロックポーション飲むしかねえか。飲むしかないことはないけど、これ、割と、長期戦視野では。いや、そう。気づくなぁ。もう普通に殴りに。いや、もうブロックポーション飲もうか。12ってやっぱ知れてるわ。で、削ろう。うん、次のターンこれで多分倒せる気する。3点被弾でいけるやろ。19やろ。入れ入れ入れ。いやこれ2点、次ストライクで勝ちやし。うん、ごめん、とりあえずアイアンクラッドのヘビヤモリ、スネコは弱いかもしれん。俺ごめん、気づいたわ。弱いわ。もうだって、ストライクも防御、マジで何の役にも立たへん、これ。えぐいで。もう、ここから入れるしかないよな、これ。いや、悪魔化入れるしかないわ。なんとか一匹落とすのが精一杯やな。ほぼほぼ役に立ってん、ヘビヤモリというカードが。ああ、まあ、でもこれは結構嬉しいのか。これもさ、やっぱカットは入れなあかんよな、武装。とりあえず武装と。武装と防御かまして、アッパーカット、アッパーカットかな。うん、少しでも被弾を
これでマッパーカットこっち入れた方がよくね。11。そうやな。おお。おお。こうやね。ワンドロー。お？な、供物いこうか。からの。鬼火。1、2。1、2、3、4、5、6、7やろ？ 7、20。いや、さすがに無理か。7、7は56。おっしー！え？これなんかなんとかならん？1、2、3、4、5。ん？ 1、2、3、4、5。6、8、48、108。いやー、無理か。惜しいなー。いや、え、ちょっと待って、ポンスト打つやん。1、2、3、4、5、6、7、7、7、56、7、56、126、126。いけてるわ。これでワンドロ入るから、鬼火で終わりや。えら。とはいえ。とはいえ。どうしたらいい？ これもう二刀流。二刀流は悪魔化いく？いや、二刀流入れよう、もう。わかった。そういうプレイングせんときつい気する。火事。無痛とか悪魔化を、どうにかこうにかゼロ低コストの時に二刀流して連打みたいな。そういうことじゃない？このゲームでやるのって。っていうことはアップグレードをするべきは、もうここやな。悪魔か無痛、鬼火、もうこの辺をどうにかするしかないんよ、俺の生きる道は。どうする？悪魔化はでもな、逆に言えば悪魔化アップグレードしたとてっていう話もあるんよな。まあ悪魔化のバリューを早めに上げとくのは全然ありやと思う。ああ、お前か。まあでも行くしかねえわな。ワンドロ、いや、これドローを多くした方がいいと思うんで。なんならもう、供物から行ってもいい。実質1コス5ドローやからね、これ。6枚やから、1枚ストライク切って、マックスドローを、嘘を、なんならこれ、いや、無理か、さすがに無理やな。ポンスト、1、2、3、4、5、6、7、8、9やから、ポンスト打ってよし。防御は足りるよな。障壁、これ行くか？行ってもいいぞ、正直。ただこれ行った場合に、こっから先どうするっちゅう話にもなってくんねんな。ワンブロック入れて、せっかく武装でアップグレードしたのに全部捨てるのもったいなくね？みたいな話にもなってくるんよ。ちょっともったいないか。ここで仮に、1、2、3、4、5、6、7、8、90点ぶち込んで、この手札でその後62点削れるかっていう不安はちょっとあんねんな。だったらややじっくりめに
また鬼火打つチャンス多分あるから、いやもう急がんでいい気してきた。ここアッパーカットとか込みでなんとかならんか。どっかでいけるやろ。すごい無駄防御やけど。で、オッケー、こういう二刀流無痛みたいな、こういうのを、でも無痛二刀流って今じゃないんよな。悪魔化か、やっぱり。あるいは、この一コス悪魔化をもう、増やして、で、これ増やしたんでも、死ぬくね、俺。やってる場合じゃなくね。顔持たへんけど、正直。ごめん、終わったかもしれん、これ。頼む。ヨーダの脱力、えらーい。間に合ってはいるな。21ブロック1ブロックやから間に合ってはいる。あとは、いや待ってくれ、それはやばくね。ゼロコス、これでもドローンミント終わりやな。33、いや行くしかねえか。だってこれじゃ足らんもんね。ドローはどの道見なあかんわ。オッケー、ナイス鬼火。まあ勝ちはした、なんとか。くーくーやな、どうしよう。赤おこし悪くはないけどな、よくもないんよな。あんまりうまく使えた試しないんだよね、墓起こしってカード自体。結局廃棄前提やから。まあでも鬼火、いや墓起こしは入れていいと思うけど、入れていいと思うけど、思うけど抵抗す、より事故率が上がってしまうという問題点もまたあるんよね。いや入れよう、まあ、もうスネッコっていうアタックを1枚も使用しなかった場合のコストアップ、いやそれも結構嬉しいかもしれん。いやそれは入れるわ。もうこれスパエリ勝てるかな。でもショップはマジで何としても寄りたい。マジでショップには寄りたすぎる。これあれやな、これ無痛多分今入れた方がいいと思う。これ3コスでも無痛入れた方がいいと思う。入れるわ。次のターンで俺は鬼火を引く、引けない。まあでもその場合はもう蜘蛛打つしかしゃあない。なんなら墓起こし蜘蛛っちゅうムーブも視野。鬼火引いたんでブッパやね。1234569枚やろ。不死63、ちょっと足らんのか。脱力一回入れなあかんか。脱力入ってるな。そう。まあでも無痛入ってるから別にいっちゃいんか。無痛入ってるからアッパーカットだけ入れて、これでいいか。で、次のターンストライクで終わりかな。いや、もう繊細やわ。
すべてにおいて。2枚目の無痛はさすがに違うよな。血には血は、まあ割と、いやでももう打点がいらん。打点はいらん。いらんかな。いらんよな。無痛よ、闇の方よな、欲しいな。うん。いらんと思う。いらんよね。いらんのか。いや、でも重ね掛け自体悪くはないんよな。いえ、もうちょっと廃棄できるカードが欲しいかな。無痛だって今使えんのって、鬼火1枚ぽっきりなんよな。2枚目無痛はどうだ。悪魔化もだからこう無痛とかで耐えつつ悪魔化でバンプアップして鬼火ぶっぱみたいなのが今俺の現状のデッキの理想。いや、いらん、いらんと思う。いやもうこれはもう何としてもショップ行きたい。ショップを通したい。登る、登るしかない。一応ストストストで落下はさせれる。落下させよっか。1,2,3 で落として防御、防御かな。まあ、一応アッパーカット入れて、あ、こっちの方がいいか。こうしておくと、まあ、3点はどのもらうけど、まあ、それぐらいどの道が。ええやん。水か。3点か。早めに右削りに行きたいけど。これでも、いや、雲ついた方がいいんかな。いや、行こうか。多少は食らってでも走るしかないよね。っていうことで行ったけど。1,2,3,4,5,6,7,8,9,90点。一応落とせるね。アッパーカットぶち込んで、もう殺すか右。なんかすごく早い気してきた。悪魔化だけ入れる。いや、なんかなんとかなるやろって気もするな。殺そうかも、こいつめんどくせえから。で、ちょっと微妙こういう微妙ハンドもあんねんな。1点。くそくそ、ビアードが戻ってきちゃった。まあでもいけるやろ、いけるよな。 OK、 よし、きた。抱擁なんとかなるか。うわー、スパイリ行きたくねー、けど行くしかない。行くぞ。あー、クマカは入れるしかないよな、正直。どうしたもんかな。これ何、そもそも相手どうなってんの。最大 HP アップってやつかな、ここ。まあ、一応武装ヘモキネでこいつは多分落とせる。悪魔化はマストで打つ。いや、悪くない引きだな。いや、待って、武装入れると悪魔化打てなくなっちゃうんか。くー、こちら立てればあちらが立たずやな。悪魔化入れてーよな。もうパワー、違うな。炎ポーションは
悪魔か炎ポーションでシールドグレムリンも落とすはありかもね。悪魔か入れたいな。ここ悪魔か入れんと多分顔が持たんので、ここも強打。もうヘモキネでもやっちゃって、あ、そうか、ドロー出てくるんか。ごめん、それやったら、そっか。ごめん、それやったら、しくじったなぁ。まあ、しゃあねえか。ポーションも投げよう。投げて、モンスト。一応アップグレードだけしとこうか。ちょっと微妙やけど。鬼火は残しとかんといかん。ごめん、6つも法要もどっちも入れたい。ただ法要優先かな。このハンドやったらさすがに法要優先やけど。法要優先かな。12か。とりあえず蜘蛛打とか、これ。蜘蛛打たんと始まらんね。顔が。うわー、なんだその引きは。終わっとる。終わっとるぞ、それは。いや、もうこれ、次のターンの鬼火にかけるか。次のターンの鬼火にかけるんであれば、これアッパー。いや、これでも鬼火次のターンでも知れてるよな。いや、普通、あ、じゃあストライク一応落とせるな、こいつら。ごめん。それはそう、ごめん、自分の悪魔化のこと忘れてました。ってなると、ストライク。なるほど。じゃあ、6つ入れとこうか。で、OK。これで終わりではないな。強打は入れときたいな。強打。モンスト。これ、墓起こし、打つとハンド結果的に増えるよな。こうして、これでいいんちゃう？とかはなってる。ボディスラか。まあ、ある種、鬼火無痛、ボディスラあたりの噛み合わせ。いや、でもボディスラはちょっと違うかな。廃棄するカードが欲しい。が、不屈の闘士は、アップグレード前提なんよ。どうする？どうすればいい？すねっこがむずすぎる。不屈の闘士は入れてもいいかもな。こう、どうアップグレードしていこう。これ次アップグレードしたいね。鬼火アップグレードしたいんよ。鬼火をアップグレードしたい。で、不屈もアップグレードしたい。で、無痛もアップグレードしたい。アップグレードしたいものが多すぎる。拾うことでお金を稼ぐという思考。
ムツヨ来るね。ワンチャン包帯ありちゃうかって話もある。ごめん、これ骨付き肉も欲しいわ。とりあえず簡易カードは買おう。もうドカ買いしよう。骨付き肉も欲しい。とりあえずカードを減らす。ストライク減らそっか。ストライクも減らす。ハッピーフラワーはもう入れていいんじゃない？ハッピーフラワー入れる。ワンチャン包帯は、いやごめん、包帯はなしなしなしです。ゼロコスがまずいらん。ソーランみたいなパワーカーを入れるみたいな話。これパワーポーション買っとこうか、次の戦いに備えて。うん、これで炎の障壁2枚目は割とあり。単純にブロック値高いカードが欲しい。いやなしか。38円やったら勝ってもええと思うねんな。とにかくデッキを重くして一個一個の価値上げるっていうのはありないな。いや入れるか、入れるか。いや入れる入れる入れるわ。で、あー、いやこれキャッシュ、いやこれアップグレードで、で普通の投資アップグレードしよう。でここ、まあ、正直無痛もありやけど、いやごめん、鬼火やと思う。鬼火もアップグレード。あごめん、二刀流、あごめん、二刀流の方が良かったかな。こういうのも返しとって、いやこれ悪魔化はありでは。ミコスか。これはもう一回返す。悪魔化打てるときに打つっていうのはありやぞ。ニコスやったら打つ価値がある。パーポ飲む。あいやもう悪魔化いこう。もう悪魔化全突破。ほんまに？いや、いける、いける。ごめん、これ鬼火はまだだな。いかんいかん、焦っちゃいかん。これ確かに防御上がるけど、ここ多少の被弾は受け入れる方がいい。で、これ攻撃せんかったら次のターンコストアップできるから、強打よりかは防御。10点障壁。アッパーカット入れていい。 OK。で、防御足りてるんで、まあ、ストライクと、これは残しとこうか。二重ブロック、とにかく死なない、死なないことやな。ま、もりもり防御は高まっ、いや、これ、二刀流金属化はありやな。金属化。一応防御的な意味では8ブロックあるんで、え、やば、結構やばいやん。14、これで14やから、あ、やばいな。これで一応足りたんか。耐え
でさえいれば、鬼火があとは、なんとかしてくれる。これでもいいな。もうぶっぱしようか。で、どうせ墓起こして回収できるんで、鬼火だけもう持って帰ってきとく。待って、1234567 7321、いやまだ無理か。あれ、これライフ持つ10。まあいっか、もうこれ打ったらもう終わりやる、ほぼ。で、相手がこのターンほぼ行動できんから、あ、終わったわ。オッケー、よしよしよし、なんとかなった、なんとかなったけど、綱渡りやな。リミブレはいらんよな。2枚目の悪魔化はちょっとあり、もうちょっとありっつか、もう、その勝ち筋それしかねえから、もう入れるか。壊れたおかんやね。もうわからん、もうなんとかなんとかなってくれ。もうこれ以上は、これ以上は俺どうすればいいかわからん。ちょっとアップグレードしたいの多すぎるな。鬼火アップグレードして、あ、でも悪魔化と6つ二刀流やな、二刀流もアップグレードせなあかん。悪魔化二刀流6つあたりか、至急強化せなあかんのは。あー、ショップもいいな。悪魔化はまあ後でもいいな。二刀流ちゃう、とりあえずは二刀流と無痛やな。二刀流も結局高コスで引っ張られると微妙やもんね。ショップ行きてえかな。デッキ圧縮したい。デカドヌーやからな。ショップは行きたいかな、やっぱり。休憩の数的な意味では、一応左、まあでも右手側のショップも踏めるよってなってて、まあでもここの一番下のショップは行っていい気がする。ショップ行って伸び上がっていって、エリートか焚き火か。どっちかやな。もうでもデッキとしてはもうほぼある意味完成してるんよな。ある意味。本当にある意味やけど。いやでもエリートは踏んまなあかんか。まあでも回復系、そう、やっぱ焼肉があるんがで、骨付き肉がマジで偉いんよ。骨付き肉で HP 管理はなんとかだいぶしやすくなってて、そういう意味では今エリートは踏み毒でもある。ただあんまり踏みすぎるのも正直きついよねってなるんすよね。って意味ではまあでも2回はエリート2回踏みたいかな。バランスで行くんやったら、左の、とかまあ中央のエリート行って、そっから右ルート選択して、休憩エリート、場合によってもう一回休憩か、ショップか、みたいな感じでいいかな。それで行きましょう。ここ行こう。とりあえず、ショップは行っていい。
でもギャンブルチップ偉いな。ギャンブルチップめちゃくちゃ偉い。これ全部返しいいやん。はあ、とりあえずドローを見るか。へえ、まあとりあえずこの辺打っとっていいんじゃない。闇の法要もどうせどっかで、いや、パワーも入れとこ。ここ削る意味合いってあんまりないよね。ないけど、一応、どっか、どうせ回復は多少はできるのか。そうでもないか。金属か。11点で落とせます。ドローを見れます。全消しでもいいな。なんなら鬼火もう1枚欲しいな、これ。防御しかないんか。何の意味もない。防御は入れたい。防御入れたい。とりあえず、アッパーカット入れる？これ何点？ 6 点。まあ、一発入れて、ワンブロック、防御かまして、ドロー3つつ、コンストでドロー3つつ、一応これで、合わせるか。OK、ボディスラムはいらんかな、いらんよね。いや、ある意味な、相性悪くはないんやけどな、鬼火。いや、相性よくはないか。スキップ。ああ、扇風時。とりあえずデッキを圧縮しよう。とにもかくにも悪魔化を強化すること。で、デッキの一枚一枚のバリューを上げていくこと。なので、そういう意味では、これ、不屈の闘士みたいなんで、弱いカードを圧縮していける排気と、スネッコたちの相性悪くはない。ただなぁ、火力が上がるにつれて、ストライクみたいなカード、で防御はね、まあでも、物騒が結構役に立ってんねんな、今んとこ。ストライク減らしすぎてもなーって話もあるんやけど、ちょっと、ね、待ってくれ。パイプ、1、2、3、4、5、6、7、8、とりあえず8枚ストライクがあって、1、2、3、4、5、6、7、8、9、9ぐらいか。まあ、防御。いや、防御とパワーのバランスは、なんとも、まあまあ、ええ塩梅ぐらい、防御はやや多めかなって感じよな。まあ、防御減らしてもいいかもな。そこはもうバランスを見るしかないんやけど。ストライクに関してはやっぱ、グレード的には価値があるからな。すべすべの石みたいなんもぶっちゃけ結構でかい。装飾用センスでも3枚攻撃切るっての結構ないからな。なくはないけど。これすべすべはね、あってもいい気はするけど。扇風陣は今更やもんな。とりあえずカード消去しよう。防御1枚減らそう。わからんけど、アタック守るより攻めた方がこのデッキ強い気がする。で、さらにこっからショップを踏むかどうかよね。ワンチャン踏むねんな、正直。ショッ
正直ワンチャン踏む可能性があるんですよね。金を、いやむずい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 。でもスベスベの石って別にな、このデッキの相性そんな良くないしな。無理に買う理由は正直ないと思ってるし、リーのワッフルとかは多分いらんし、モンストも正直そんなやしな。温存しよっか金。場合によってここで踏むハテナでなんか、待って、どういうルート行くつもりだったっけ。真ん中のアップグレードしたいの結構多いもんな。二刀流、二刀流無痛、無痛ぐらいか。悪魔か。悪魔かはまあ1枚ぐらいはまあええか。だから無痛優先やろ。無痛優先してて、無痛を早めにアップグレードしたいかなってなって、鍵も1個は拾わなあかんので、2階は行きたいよな。ショップ行けなさそう。ショップ正直行けなさそうやけど、まあでも最終ショップに期待を持たせるんやったら、ここは無理して買わんでもいい。いや行こう。別に無理して買う必要はない。うん、あー、おお、お金もらった。じゃあショップ行きたいな。そうなるとスーパーカット、でお前は11点やからゴーストアーマーは1枚残しとってもいいかな。ゴーストアーマー、ゴーストアーマー、こういって一応ここ押しといて、二刀流で鬼火増やしとくか。で一応ストライクで削れるのは削っとく。やっぱ二刀流強化しとこっか。全然話変わってくる気がしてきた。それのあるなしで。ワンドロー。これでもこのターンで倒すの無理やな。あー、クモツアでも行ってもいいかな。事故しとったら。悪魔か。22、いや微妙やな。ドライクよりかは、まあ防御位置入れてストライクか。いけずってかな。障壁、どうなんやろ。一応これで左一匹死ぬと思っ、いや一匹落とした方がいいな。落としちゃって、あ、グレムリンが発動するから見れるか。で結局鬼火2枚引いてまうとそうなってまうよな。まあでもこれこの種倒せるくね。例えば強打モンストでドローを見て鬼火で終わりか。うん、二刀流で鬼火増やす択はありやな、マジで。ステロイドポーションよりかは頭突きはいらんよね。
ごめん、どこ行って、毎回どこ行くか忘れる。エリート行こうと俺思ってたんやったっけ。焚き火もありやったよな。焚き火もありだよな。いやでもエリート一回通っときたくね。左のめっちゃエリートラッシュもあるけど、いや一回ここはワンエリートかましてもいい気がする。つうか、あ違う違う違う、右ルート行ったら、あーでも一緒か、一緒やな。あいや右ルートで左、こいつはだいぶ相手しやすいね。ここ全返しで、あーええやん、クソ強いドロー。嘘、なんならこれ二刀流引けたら最高やけど、無理かな。いや二刀流引けないか。まあ包容、ごめん、つうかもうこれさ、包容つか、なんか悪魔かみたいな、悪魔腰で蜘蛛つ引きに行ってもいいな。引いて、いやでも打てへんかこれ。あー微妙やな、ごめん。いや、耐えよ。これでもいいや。3ダメ受けながら。これでもいいかな。やった、適当にネチネチしてりゃ、勝手に死ぬっちゅう話よね。ついで二刀流で、鬼火増やしといて、金属かストライク、ストライクでもいいかな、まあ、どっかであとは鬼火をボンボン打てば多分圧勝じゃね。やることあらへん、よスポンスと、いや防御は1個打っとくか。おい、先ポンスってったかな、やっぱアッパーカットいいね。先、いや、あ、先アッパーカットかな。で、ポンスと、一応強打？強打でいっか。正直あんまり負ける気せへんな、こいつ相手は。だいぶ楽。でもぶっちゃけも鬼火でいいからな。これワン、いや、でさらに鬼火引けたら終わり。強っ、ペン先いいね、ペン先いいよ。おーいいやん。あー、そのホンクリートどうだろうな、どっ悪くはない。結構セットアップにこのデッキ弱いから、まあ、ただ次のこの宝箱でどっちかにもよるよな。まああってもなくても、やった、コンクリートは偉いんよ、コンクリート偉い。まあただ次引いてくる何が欲しい？どういうレリックが来たら嬉しいかな？なんかイチゴとかさ、くだらんの来るぐらいやったらホンクリートみたいな確実に役に立つやつでもいい気はするけどな。まあ枝とか来る、うん、まあ枝とか来たら正直ね、圧倒的にあれやから、あー鍵にしとこうか。
で、二刀流ちょっとアップグレードしたいな、やっぱり。そんな気がしてきた。めっちゃ欲しかった。あ、違う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 。え、違う。俺、あ、ごめん、鍵取ってる俺。びっくりした。あ、うん。じゃあ、いいんや。いいや。何言うてんねん。何言うてんねん、わしは。ええやん。ちょっと待ってな。したら、どうしよう。この辺切って。いや、クソええデッキになったけど、まあ、まあ、クマカも早めに強化せんとやな、こうなってくると。一応2点もらいつつでも、あ、ええやん、ポンスト。なんかえらい出れてるな、急に。あー、クマカが引ってきちゃった。まあ、いっか。急に出れてきたな、君。どうした？でも、抱擁は入れたくね。は入れたいね。あー、でもちょっと足りてないんよな。これはでも1コスやったら打っとってもええんちゃう。場合によってはこういってこういって、1、2、例えば、アッパーカット入れて、1、2、3、4、5、6、7、8、9、18、いや、落とし切るは無理か。落とし切るはさすがに無理やけど、無痛が入ってるから、なんかそれでもいい気してきたな。いけるくね？ちょっと防御に寄せるか。だから、障壁とかも打っていいんちゃう？もう打っちゃって、もうこう、かまして、24やろ？ 24、29で、まあ、ドロー見ていいか。これなんか右落とせそうじゃね？つか落とせるな。落としてさえしまえば終わりか。あ、これでいいや。で、これで火ダメゼロ。あ、最強。なんか全然強いぞ。で、行く。いや、強い強い強い。普通に強いぞ。ヘビーブレードは、割と1枚ぐらい差し取ってもいい。ヘビーブレード差しとこうか。で、金めっちゃ余っとんのよな。あれ俺結局エリートあんまり行ってねえな。いやーこれ絶対ショップの方がええやろ。アップグレードしたいんが、あーまあ無痛も足りてるし、いやショップ優先でいいと思う。金がたんまりあるので。あーいいね、いい。ヘビブレ入れた分はストライク減らそう。
そうか。この辺切って、鬼火もいいかな。モキネ、ポンスト。二刀流は入れとってもええかもな。ああ、いい、いい。いや、素晴らしいよ。ここだ、悪魔か。悪魔か二刀流は入れちゃっていいか。うん、ああ強っ、えぐ、あこれ結構えぐいかもしれん。このデッキヘビーブレード、ヘビーブレードアップグレードせんとまずいな。まずくはないけど、まずくはないけど、ちょっと待って、なんかいろいろごちゃごちゃやってもうてるけど、あとは耐えるだけでええからな。ここ、下手なこと1000でいいまである。うん、下手なこと1000でいいや。とりあえず呪いだけ入れられないように気をつけましょう。って感じやな。多少被弾するのはもうしょうがないかなって感じ。まあでもなんならこれ。こう行って、こうして、こう。もう次のターン多分鬼火でワンパンやろ、こんな。やばい、最強かも。強い。強いぞ、このデッキ。そしてショップでさらなるデッキも圧縮していくと。うわー、シャケ、いや、シャケといらんな、二刀流いらん。進化は、チャンあり。ただなー、いや、異様もありっちゃありなんよ。いや、異様はもういらんか。さすがに、被弾を避ける方がいい気がするから。まあ、初手の10ブロックは普通に嬉しい可能性。まあ、とりあえずデッキ圧縮ちゃう。とりあえず。ヘビーブレード強化したいよな。火力アップ最優先よね。いや、もうぶっちゃけもうストライクいらんのか。そうなってくると。ヘビーブレードで決まるから。早く削除して。エントロピー調合これ買っとってもいいな。この辺買っとくかどうかやな。まあ買っとってもいいけどな。次のエリート戦のことを考えるんやったら矛盾戦で多少火ダメを落とせる。まあ金余らしとってもしゃあないからな。これ買っとってもいいじゃん。これはこれちょっと要検討やけど、もう現状の話で言うといらん。エリクサーは正直、場合によってはあり。いや、エリクサー持っとってもいいかもな。買っとこう。でも、進み。こいつ相手は、ちょっと地味に怖いけどな。まあ、ゼロコスを、きっちり残しときゃ、なんとかなるんちゃう？オッケー。ああ、偉い偉い偉い。偉いっすね。悪魔化入れて。別にここ何かする意味もないもんな。あ、ごめん。アッパーカット入れといたか、説得やったか入れなあかんかった。間違えた。間違えたけど、悪魔化の2は偉いね。34。もうあんならもこのまま箱殴りにしてってもいいけど。うん、ええやん。これ打って、これいっちゃう。
あ、45。もう悪魔化だけでも一回殴れれば OK 状態になってくれるわ。この状態だったら。つうか二刀流とゼロコス、あれの相性がいいな。今さら気づいたこと。だってこういうさ、これちょっと余裕舐めたプレイするけど、こういうこともできるもんね。こういうこともできるんよ。強くね？無双間違えちゃった。供物いらんか。じゃけ。大丈夫かな？これ次のターン。まあ、墓起こしがあるから、まあ、いけるか。あ、ごめん。ドローしすぎてまうか、これすると。次のターン、まあ、最悪ヘビーブレードあるから大丈夫か。さあ、殴っといて。いや、強いわ。どうしてこんな強いことになったんか分からんぐらい強い。はい。ああ、エリクサー。フルストライクはいらんね。2枚目のエリクサーでもさすがにいらんかな。血のポーションが全然腐ってるもん。で、思い出して。じゃあ行きましょう。スネッコアイがいい仕事をしておる。ただ運要素がちょっとあるけどな、結局。あー、ごめん、ここの悪魔化は、正直ちょっとワンチャン狙ってもいい気はする。もう避難してでもいいもんな。オッケー。悪魔化二刀流行こっか。うん、全然それで強いもん。とりあえずカード減らしといて、別にここを食らってもいいや。と思ったけど、あーでもそっか。アップグレードされてないんか。ちょっと微妙っちゃ微妙である。まあまあ、ええんちゃう、これでも。これでも全然いいや。悪魔化さえ打ち込めれば、あとはどうとでも、なると思ったけど、いや、これ結構被弾するな。あれ？意外とやばい。ちょっとターン稼ぐか。鬼火自体は1、2、3、4、5。いや、100人はちょっとしょぼいな。脱力入れよっか。から物騒を脱力、障壁で消えて、102。とりあえずポンスと、ヘビーブレはもう取っていいな。で、しかもこれで足りるか。貨物いく？まあ、この時って防御が意外と足りてないから。ちょっとこれまずいかもな。2枚目供物引きに行くかも。でもいいかも。試練。もし、いやー、ゴスターあんま引かれへんよな。エモキネシス。左のやつ倒せるけど。
まあ別に食らってもいいのか。食らってもいっちゃいいな。空気回収は全然ありやと思ってて、1コスちょっと消費しつつ、空気回収やろで、もう落としちゃって、あ、グレムリン。32やもんな。いや、まぁちょっと、ごめん、ここの被弾、無駄被弾すぎるかも。まぁ、いっか。でもいいや。で、多分次のターン。オッケーオッケー。で、鬼火で終わりかな。オッケー。ヘビブレでもいいな。ヘビブレじゃあかんか。はい。強い。いや、めっちゃなんか、苦労はしたが、いいデッキが組めている。何アップグレードするかやな。正直悪魔かの、まあいや、ヘビブレか、ヘビブレやな。これが全然伸び率が違うもんね。これはもうこれ一択で、まあ圧縮やな、ともかく防御はもういらんよな。でもなくてもどうとでもいい。なんなら霊魂切断みたいなカード欲しいかもしれんって話よな、今の現状。やられる前にやれみたいなスタンスやから、ワンチャン霊魂切断はあり。ソロ版手裏剣、ソロ版闇の法要2枚目もあり結局鬼火をかます、鬼火かヘビブレ、多分まあこの感じやと、まあ、鬼火でターンしのぎつつヘビブレで仕留めて終わりみたいな感じになる気はするから、まあ、ソロ版はあってもいいかもな。防御霊魂切断、なんならこの2枚はいってもいいかもしれん。ハンドがアーダコーダできるだけで全然違うんで、ちゃおうか。応用と切断、ま、いや待って、手裏剣は勝ってもいっちゃう、とりあえず。手裏剣勝って、勝ってもいらん、いらんもんな。霊魂切断微妙やな。ストライク。使いにくいところもあるんよな。こうなってると、まあ、いちごでも買っとく？霊魂切断いらんか。いちごだけ買っといて。あ、待って、これ。と思った。記憶の液体欲しいわ、これ。血のポーション。いや、血のポーション地味にいるか。これ普通に記憶の液体で悪魔化とか拾って二刀流する方が多分強いぞ、これ。って考えると、これ欲しいわ。記憶の液体。賭博士もワンチャン、エリクサもワンチャンありがたいと考えたら、もう血のポーションのがいらんのちゃうかなって思うんやけど、どうやろう。一番怖いんが初動地区、初動地区ご覧か。いや、いけるいける。これ買おう。これでいこう。いけると思う。多分。知らんけど。
エリートだってこれで相手打点落ちてるから、アッパーカットその返して、カオコシも今は別にいいかな。これも消して、これも消してかな。なんならこのターンで1匹落とせるまであるぞ。だって1,2,3,4,5,6,7,8 80点やからな。これで9、なんならこれで90点。もう落とすか、これで。あ、ごめん。あれ？間違えたかも。計算ミスった。え、やべ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 やまあ、法要行きます。二刀流悪魔化行く意味あんまないんよな。もういや、あるっちゃあるか。まあ、もう解いて供物は行かなあかん。いやー、のんびりスタートしてもよかったか、こうなるんやったら。ちょっと待って無痛捨てたん結構やらかしてるかもしれん。34点出る、これ。34点出なそう。いやー、左落としきりたいよなー。これでもジャック、いやー、ダメやな。これでも落としきりたいよ。弱体化入れて、いやー、違う、受け切った方がいいんか。13、3、13。いや、落とせはするな、これで。ただ、30点くらう。じゃあ14点か。いや、まあ14点は許容か。うん、この状況やったら、ポーション。うん。いや、もう左落とそう、これ。これでいい。あー、ナイス。これはクソでけえや。もうこれはいらんから。15点。うーん、まあ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 許せる。痛いけど。今俺の火力的に天やから、かおこし、まあ、鬼火かな。あー、まあ、こうか。え？あ、じゃあこうか。一応これで、まあ、オッケー。結果オッケー。よし。頑張ろう。引き次第かな。法要2コスか。ただ入れときたいよな、法要も無痛も。コスト的な観点で言えば、ま
あいけなくはない。ただ二刀流をどうかますかよね。アッパーカットはいらん。ここはもう早めに打つ意味合いで入れてもいいかもな。アッパーカットもいらんかな。鬼火もまだええか。あとはもう場合によってはエリクサーとかのあーだこうだで、まあ、法要は絶対早めに行っときたいし、投資アーマーはいらんかな。投資がある関係上こう、例えば、いや、二刀流で増やしたいけど、正直どれも微妙。なんなら金属化を二刀流するみたいな策があるかもしれんって思いつつもある。いや、待って、これは、これ6つ落として。待って。悪魔界来てえなー。これ戸隠の醸造酒言ってもよくね。飲んで切る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 6つ切りまで視野やけどなー。いや、場合によっては悪魔か二刀流無痛行くか、なんか武装持っとってもいいかも。武装は持っとっていい。無痛落としはあり。いや、無痛後ろ向きすぎるか。いや、無痛落としてもいいか。二つの卓を用意した上で、あー、やっぱ悪魔化がいまいちやったんやったら、いや、どうしよう。いや、正直でもここ悪魔化モリモリでもいいっていう話はあると思うんやけどな。例えば、マクマカはそんな山盛りせんでもいいんで、例えば、応用よりかは、いや、応用も落ちてえか。ちょっと待って、むずいなぁ。で、1,2,3,4,5,6,7,8,9 枚やから、とりあえず不屈の闘志1枚ハンド落としたくて、1枚落とすやろ、これ。コンストも切って。あ、ごめん。いや、何悪魔か1枚切って、飲んで、無痛回収からの二刀流で、無痛増やして、法要はでも入れといた方がいいと思う。こうしといて、この2つの全切りをしておくというテクニックで、エリクサーがあるから、このゴミたちを、待って、ワンチャン墓おこし、いやー、待ってくれ。
正直墓起こしでポンスト回収は弱いけど、極めて弱いけど、でくぅデッキから負傷を消したいっていう思いがあってんけど、いや違うね、だったら、いやこうしよう、でドローを見てエリクサーでこの辺のゴミ全消し、ヘモキネもいらんか、でもいらん、一気にドロー、初めてエリクサーまともに使いこなせたってなったら、もう防御がもう余裕しゃくしゃくなんで、ここでも雲ついてもよくね、悪魔化とか引けたらワンチャンありますけど、いやでもハンド溢れるなこれ。一応悪魔化チャレンジしてもいいっちゃいいな。例えばアッパーカット打ち込んどいてドロー見ようか。あーダメか、一応二刀流金属化いっとく、安全のために。でこうやっといて、より強固な防御を作る。さすがに負けへんな、ここまでいったら。あー悪魔化は細か入れる？12ブロックこれ作れる。防御自体は別にかましといていいやろ。ここでも防御でもいい気するけどな。12ブロック作れるわけやろ俺。いいじゃん、もうこれでも。24。舐めすぎかな。反射ダメージも作れる。なかなか二刀流が決まらへんな。あの腹痛でストライク消し、一応ポンストでドロー見る。59鬼火でもええか、雑にヘビーブレードぶち込もうか、つかもうなんかなんなら勝てそう。あーごめん、そういうことか、ペン先やったわ今の。まあでもいいんちゃう、これでもこれでも十分強いわ。オーバーパワー、なかなか悪魔化決まりはせえへんな。とはいえしてドローを見て、ゼロコスドローを118、マクマかもう別に。いやでもヘビーブレード消したらまずいか。うーん、まあ一応こうするか。じゃあ反射ダメージで一応削る。まあ時期ここについてはもうこういって、これもいいんちゃう。ゼロコスだっていらんもんね、これ。
ヘビーブレードを毎ターン連打するだけで勝てそうじゃね。次のターンヘビーブレードで終わりか。いいや。はい、ありがとうございました。一応悪魔か打っとこうか。よし、なかなかいいデッキだったんじゃないでしょうか。ありがとうございます。強かったわ。スネッコアイで必死に登ってる時はどうなることやらって感じだったけど、うん、いいランだったね。はい、ありがとうございます。まあでもなんだろうな、結構新しい形やったな。デッキとしてもあんまり膨らませすぎず、まあヘモキネとかはいらんけど、まあ二刀流が強かったな。二刀流とスネッコアイの相性がとっても良かった。でまあ悪魔化とか、まあ、筋力をバランスよく取り入れつつ、まあ、法要とか無痛とかもまあまあ A 塩梅で投入できたんで、すごく満足のいく結果やったんちゃうかな。しかも意外と2時間か、なんかめちゃめちゃ3時間ぐらいやった気したけど、まあまあでもこんなもんだよねっていう感じで、非常に良かったです。はい、まあ、今日のところはこれで終わりますかね。まあ言うてでも一発目で死んでるんで、1時間ぐらいかけて死んでるんで、短時間の配信ということで、長時間のご視聴ありがとうございました。今日は寝ます。お疲れ様でした。おやすみなさい。